南月太陽は、日本のプロレスのレフェリー、元女子、プロレスラー。本名は、水島夏美。神奈川県川崎市出身。中西百獣に憧れて、プロレスラーを目指し、アニマル、浜口ジムで修行後、全日本女子プロレス入団。オーディション審査員の選手代表は、ジムの先輩でもある、高橋七井であった。 2003年12月19日、全女の先輩でもあるハリとの総合格闘技戦で、本名でデビュー。2004年1月3日、全日本女子プロレス後楽園、ホール大会、高橋博美戦で、プロレスデビュー。同年7月、給料未払いの理由で退団。2005年5月、我が東京にゃん入団。同年6月4日、板橋グリーンホール大会の一位戦で、 夏木ヘッドとして再デビュー。2006年6月、ドリームキャッチャーへ移籍。再デビュー後ちょうど1年になる6月4日、新規バファーストリングの冷戦で卒業マッチが行われた。なお、この試合後の卒業セレモニー中に、小学生レスラー光の持つアイアンマンウォーザーをダッシュしている。2006年10月1日、プロレスリングさ旗揚げ戦の後楽園。 ホール大会から、夏季太陽と解明する。2007年2月21日、プロレスリングさん新木場大会で、ワールドマイナス1世界女子選手権は、上松澄江、アメージングコングのスリーウェイマッチで行われ、アメージングコングを破りワールドマイナス1世界女子選手権王座を奪取した。2008年4月25日、3のホームページ上で、 フリーへの転向を発表。その後、高橋七重、花菜のユニット、パッションレッドに参加。2009年5月5日、ネオ女子プロレスの後楽園、ホール大会で、我がトークニャン時代の同僚レイを倒し、初代ネオ認定ハイスピード王者に認定された。2010年9月7日、スターダムの設立に参加。2011年1月23日、 旗揚げ戦の新木場大会に出場した。その後、ヨ・フォートラとのヤンキーコンビ、川崎勝つ鹿最強伝説を結成。2012年11月25日の新木場大会で、ゴッデス・オブ・スターダム王座を獲得した。2014年1月26日、スターダム後楽園、ホール大会にて、6月1日の同所での大会を、最後に引退することを表明した。 6月1日、高橋七重相手に引退試合を行い、31分28秒、チャナラッカ100で、フォールされる。最後は交流のないプロレスリングウェーブ所属を含む、多数の選手や関係者、さらに引退した元女子、プロレスラー栗原歩美や師匠、アニマル浜口もリングに上がりセレモニーが取り行われた。会場ロビーには、2010年以降もとを分かっていた。 花なからの花もあった。2015年現在ブログのユーザーネームを、夏木アース太陽として、世界一周の旅をブログに綴っている。また高橋七重との新会社設立を発表。2015年8月26日、シードリング後楽園、ホール大会で南月太陽の名前で、レフェリーデビューをする。高速カウントのハイスピードルールを採用。同じスターダムで、 プロレスラーとして活躍していた、相川ゆずきとは、親交があり、相川の結婚式に招待されている。ありがとうございます。